体調学の霊圧でやると、こんな綺麗な道になるのか。差がありすぎて、さすがにショックだ。何をおっしゃるのです。霊圧ではあなたも似たようなものですよ。あ、見たところ怪我も癒えているようですし、万全の霊圧であのありさまということは、生来霊圧が雑だから不向きなのでしょう。雑って、そんなことねえよ。 レアツが全開してりゃ、もうちょいいけるって。あらまあ、寝言にしては目が開きすぎですよ。ちょっと、言うこときつくねえ、さっきから。つうか寝言でも冗談でもねえよ。見てくれよ、これ。服が右袖しかねえだろ。俺の挽回は、四白将も変化するんだけどさ。 どうもこの変化した四白将も含めて挽回みたいなんだ。その証拠にさっき井上に傷を治してもらった時、四白将はちょっとしか治んなかったんだ。いつもは井上の治療で四白将も治るのに、なんでだろうって思って聞いたら、 どうも井上は 傷を治すのは早いけど、霊圧を回復させんのは遅いらしいんだ。けどその時は下でルキアたちがやられてたから急いでて、結局霊圧は回復させねえまま来ちゃったんだよ。だから今の俺の霊圧はこんくらいってこと。な、前回ならもっといけるって。そんなバカな。あの四白将は普段と比べると半分もない。 今の霊圧が半分。私はその霊圧を体調核に匹敵する万全の霊圧だと